外山競輪開設68周年記念、2日目ですが、際立って面白かったのはやはり小倉隆二の走りだったんじゃないでしょうか。まあ反則寸前といってはちょっと表現が、際どいんですけれども、渡辺和成がものすごいスピードでかましてきた、まくってきたところ、1センター、まあ本当にあのスピードを止めきってしまうのか、ちょっとまあ内を渡辺勝弘に行かれてはしまったんですが、本当にこの小倉隆二でしかできないんだろうなというような、ブロックでした。他の選手たちもあの凄さ、まあ、小倉さんさすがだということを、しきりと言っておりました。特にその並走になった田中春樹であったり、もう間近で見ていた大槻弘則、まあ、普段からそういう横の動きしっかりやっている選手たちにとってみれば小倉の凄さ、本当に感じたんだと思います。もう渡辺和成としてはあんなに追っかけて来られたのは初めてですよと言って、もう半ば呆れるぐらいのなんかこう凄さを語っておりました。まあ最終レースの浅井康太、まあ山田亮がちょっと流してしまったところを櫻井正孝が叩きに来て、まあその櫻井の走りが素晴らしかったのもあるんですけれども、まあ、山田のちょっと経験不足な分、まあ浅井もなんとかカバーして3着なんですが、井上雅史、園田、匠のワンツーで、ちょっとこうまだまだこの簡単じゃないなというところを、感じる競輪のこう1日だったなという感じがいたします。準決の3番その中から1つ、予想を出していきましょう。準決勝の狙いは12レースです。並びは1番7番中本翔英、園田、匠、3番8番浅井康太に伏見俊明、2番5番杉森照弘、中村博士、9番4番6番佐々木豪に三宅達也、柳田に高志、細切れになります。まあ、浅井康太がちょっと中近勢が勝ち上がりがなくて1人ということもあって、どういうラインになるかなと思ったら、まあ、伏見俊明、まあ、杉森、中村、伏見の3者という並びでもおかしくはないんですが、やはり、伏見が、まあ、東日本の大師さんのあと松坂に住んでいるという縁もあって、これはまあそういう見えライン、隠れた見えラインという、まあ、意図もあって浅井伏見になったんだろうと思います。ただ浅井、まあ、絶好調とか好調に比べると、まあ、徐々に良くはなっているんでしょうが良くはない。2日目に狙った中本翔英を狙いたい気持ちもありつつなんですが、2日目二次予選 A を6着、まあ、最後の切符ではないですが、しぶとくもぎ取った中村博士、この杉森照弘が前々今とてもいい状態にある、このメンバーの中でも、後手踏まずに、位置を取る、まあ、先行はちょっとないのかなというところですが、中村博士が突っ込んでいく流れになるのではないか。午前前中本翔英に対する未練もあるんですが、今の中村博士も仕上がっていると思っています。ここを後輩とあると見て午前前これでいきます。準決勝10レースが渡辺和成と、吉澤純平がこうしのぎを削るというような感じになります。まあ、渡辺和成の方が現状の仕上がりはいいのかなという感じで、有力視されますが、復活キス師匠の武田豊樹と吉澤が、なんかこう感動的なワンツーもあるのかなという気もしています。11レースは松浦雄二と小倉隆二、初日のようにタッグを組みます。まあ、この準決勝は初日2日目と比べて松浦戦いやすい構成かなというところなので、小倉隆二とのワンツー、これ濃厚かなと思います。12レース、まあ、浅井と伏見のワンツーだったり追いかけている中本というところ、まあ、本当にこう何度も考えてしまうんですが、やはりこのコーナーとしての後輩とを狙いたいという思いが、先走るところ、中村博士から、勝負しようと思います。